今日だって何回も現れちゃう。うん、ブログ読んだ？ありがとう、さっき更新された。ありがとう。あまり言葉をうまくありませんが、読んでくれてありがとう。家着いたじっくり読む。よろしくね、嬉しい。ちょうどブログ読み終わった。お、タイミング。うるっときたの？ありがとうね。いつもすっかり伝わってる。よかった。お見事からライン来た。ありがとう。30分ぐらいだけやるね、今。短い。短いけど。わっ、くるみたん眠たいの。寝てんの、ずっと。かわいい。おねむなの？ふん。さやちゃん見て自分磨き頑張ろうってなる。そんなこと言ってくれるの？さっき熱出ちゃったねえ。なんか体調不良流行ってるの？そんな感じのトレンドが。お洋服今日ロズミューズです。髪黒いから暗い服好き。なんかさ、あれですよ、結構ピンクと白好きだけど、洋服とかだと意外と黒とかも好きだから。そうなの。うん。今日美女がやばい。漏れてる？対面外れちゃった。ねえ、対面はや
この時期の受付になると、申し込んでくれてありがとう、みんな。ちょっとね、また受付始まってオンラインだけなんだけどさ、会いに来てほしいな。サイン会応募するかもやってる。来て、サイン会来てほしい。オンライン目的勇気がない。なんで？仲良くなれるよ、一番仲良くなれる。サイン会は行かないじゃいのかな、また受付始まって。うん、でもさ、なんか今お話し会の見てた、そう、8月28日の2部が残りわずか、あれか、発売日の日か。そう、あと通称も1枠、残り1枠で、それも残りわずかで、よかったら会いに来てね。8月は気持ち言うよなの。ありがとう、伝えて。うん、発売日のお話し会ね、とりあえずこの曲がこうでああでみたいな語ろうね。うん、でもなんだろうな、なんかいつもこれ言っちゃうんだけど、なんかなんだろう、私変にちょっと気に抜かれたりとかしちゃったらさ、ちょっとあれだから、ちょっとあれなんだけどさ、配信を見てくれてる方に伝わったら嬉しいなって。そう、ショールームの切り抜きってすごくなんか嬉しいんだけど、そこの一部分だけ切り取られるとなんか違う感じになっちゃうタイプもするからさ、なんか今のねこういうのあれだけど、なんだろう、なんかすごい、うん、オンラインとか対面とかいろんなものに対してサイン会とかも全部だけど、なんかすごい完売が全てじゃないけど、完売っていうのってすごい嬉しくって。そうなの、どうしても何でもさ、そう、どんな場所にいてもさ、バイトしてた時もだけど、なんかこう難しい説明が、こう数字というものに対してさ、あれじゃないですか、難しいんだけどね。だからすごくみんなが何だろう、なんて言ったらいいんだろうな、なんかバイトしてた時もなんか、なんかちょっとさやはあのグッズの販売とかしてたんだけど、なんかこの商品が
売れてほしいからこういう感じになんかちょっとなんか前の方に置いて品出ししちゃおうみたいなとかめっちゃやってたのね陰ながら微力なちょっとそうなんですようん、それでさなんかやっぱりちょっと自分が品出ししたさなんか商品がさ手に取ってもらえたりとかするとすごい嬉しくって当時そこ売り上げとかあるじゃないですかその日のかなんか嬉しくって当時からなんかそれと一緒にするのとかは違うけどみんなが会いに来たいとかお話ししたいって思ってくれたものがやっぱり自分のこうなんだろう完売とかそういうものに対して出るとすごくやっぱり嬉しいしなんか自信につながるしうんなんだろうこれちょっと違うかもだけどなんか認めてもらえた感じがするさやはうんさやがもっとお話ししたいとかオンラインでねお話ししたいって思ってもらう人に直接だけじゃなくってオンラインとかでもお話ししたいって思ってもらえる人にならなきゃなんだけどさそれはさやが頑張るもっとさやが魅力的な人になって離れないぞってみんなが思ってもらえる人になる頑張るうんだからうんすごいうん、一緒に頑張りたいなって思いますそう選挙の時に票数は愛って言ってたのと同じですねえでもそうかもしれない本当に一人一人の愛が大きくなるとこんなにすごいんだなって思うことをすごくくるみちゃんが急に起床しました、うん、そうかなおもやんたんありがとう夜書くねそうなのだからやばいお花摘みしたしてるだって実況されてんのかわいそう女の子なのにくるくる回ってんのずっとでもワンちゃんが踏ん張ってる姿好きなんですよね誰か共感してくれないかな。いやめっちゃ可愛くない。まあちょっとやっぱバンされるかも。
寝るかい？このショールーム聞きながらサイン会とんでもない話をしてきてね、ありがとう。全部力になるさやの嬉しい。もうピピー占いありがとう。アイス夏目にゃんアイスありがとう。うん、オンライン今のとこ全然って抑えた、嬉しい、ありがとう。そうです、お誕生日ある、そうなのよやっぱオンライン通信申し込んだ、ありがとう。もしいっぱいさみんなが申し込んでくれたら通信外れちゃうかも、あと一枠だけだよね。ね、ありがとう。夜配信する、私の誕生日もしてくれたし、え、もちろんだよ、お祝いさせて。応募してきた、ありがとう。初日がね最後なんですよ、自分の誕生日がある、え、お祝いさせて。初日がね、そうなの、今回の受付で最後で、という間に。誕生日先月、全然間に合う。おめでとうって言うのが大事ですからね。初日今回最後です。久々にオンライン参加できそう、嬉しい。スパイに参加できるか怪しいんだけど、投げるだけ投げようかな、待ってる。1分も2分もありがとう。でも本当に浴衣、浴衣見て、誕生日7月過ぎちゃった、いやいや間に合う間に合う間に合うよ、うん、ね、いっぱい、なんかさっき開いたら夏が来たからになってて、オンラインお話し会のオープンページが、ああ公開されたんだって改めて思ったよ。うん、うん、そう。でもいっぱいみんなが感想送ってくれて、そう、6月誕生日めでとうだよ、間に合う、間に合います。誕生日は全然もう何ヶ月遅れとかでも間に合う。うん。でもなんか MV とか見てさ、この間も話したけど、うん、いつも応援してくれるからだなって思ってる。うん。当たり前じゃないから全部、この間も言ったけど本当に当たり前じゃないの、全部みんなの応援があるからなの。だからもっとみんなと頑張りたいの。ありがとね。
そうだよ。ありがとう。25分ぐらいまでにしようって思ってたから、もうちょっと一旦切って夜やるね、またそうするね。ちょっと今日のメイクは何だろう、今日でもカラコンが違うかな、いつもと。なんかそのトパーズじゃなくて別のやつ。うん、透明感あるかも。やったー、嬉しい。うん、全部一緒メイクは。うん、夜見えないでまた後日。ありがとう。確かに自然光もあるかも、この時間だからね。ロゼミューズかわいい、本当にミリニャさんのお洋服のおかげです。見てね、タワーとかのお礼も書きたいし、話そうね。スクショタイム。よくあり感動しました、好きになってくれてありがとう。ありがとう。初恋ポーズ。ランキング読みます。13位ゆきちゃん、12位大く大熊猫かな、11位あやぴ、10位直樹、9位ひらりん、8位ミスト、7位ライトセーバー、6位東、5位みゆき、4位十歳、3位夏目にゃん、2位まおぴぴ、そして1位もやん。ありがとう、ありがとう。ブログ読んでほしい。そうだよ更新されたのでぜひ。うふっ、感動した、ありがとう。また夜に現れますね、短い間だったけど来てくれてありがとう。シャイのお話も聞いてくれてありがとう。いっぱい笑顔あふれる9枚目にしたいなって思うので、次につなげられる期間に絶対したいなっていつも思ってるけど、思ってるからさ、うん、頑張りますじゃあまたね、ありがとう。